強い。たかが一人に、なぜここまで。この男、オルベリク・アイゼンバ。その名を知ってなお、挑むならばか。おのれ、だが、剛健の騎士。待て、左翼から敵の援軍。これ以上連中に好き勝手させるの、オルベリク殿に。ここまで攻めながら撤退だ。一度オルベリク殿、よくぞしのいでくれた。いや、この程度は問題ない。悪い。陛下のもとへ向かわれるのか。ああ、敵軍が左右から攻撃してきた。それに対して陛下からのご…だが本陣にはエアハルトがいる。それは分かっている。エアハルト殿はあなたと共にホルンベルグの双璧と称される騎士。彼がいれば本陣は大丈夫かと。だがこの状況だ。伝令に何かあったのかもしれない。陛下のお言葉があれば兵の士気も上がる。かたじけない。それまでは我らが必ず。頼んだ。武運を祈る。オルベリク殿もどうか。陛下の警護の者が倒されている。しかしエアハルト、そうか、お前。陛下。エアハルト。お前に言っても分かるまい。裏切ったのか、エアハルト。ああ、裏切った。それがどう。エアハルト。共に騎士になっていくとし、こうして、そして何度も言った。お前の剣筋は見。それは俺も同じこと。だが、私はお前に全ての技を見せてはいない。この日のためにな。あの時の夢か。何の用だ、フィリップ。わ、すごい、よくわかったね。寝ていても気を張り巡らせるのが騎士。いや、違うか。剣士というものだからな。ふーん、やっぱりバーグさんはすごいな。あ、そうだ、村長さんから頼まれた。バーグさんを呼んできてくれって。そうか、すぐに行くと伝えてくれ。うん、それじゃあ僕は先に行ってるね。
いつもの広場に早く来てね。あれからもう何年経ったのか。国は滅び、あてもなくさまよって、この村にたどり着いてからはバーグという名で素性を隠した。今は用心棒まがいの仕事と剣を教える役目を得た。戦うことしか知らない武骨な俺に、結局のところ残ったのは敬愛していた陛下や国を守れず、この剣に何年経ってもその答えを。何せよこの村には恩がある。さて、村長に会いに。バーグさん。ええ。ああ。はい。そうか。はい。ええ。どうも。バーグ殿。おはようございます。ああ実はの、もちろんだ。すまない。そうじゃな。わかった。
そうですね。いえ。ありがとうございます。ほっほ。良い戦いにしよう。行くぞ。横一文字切り。覚悟はいいか。覚悟はいいか。ここからが本番だ。また一つ強くなれた。感謝する。感謝する。よ、そう、さあ始めようか。さて、
戦いにしよう。さあ、始めようか。覚悟はいいか。行くぞ。ここからが本番だ。ここからが本番。行くぞ。さて、おっと、覚悟を。覚悟はいいか。さて、横一文字切り。良い戦いにしよう。行くぞ。さて、おう、また一つ強くなれた。感謝する。
バーグさん。そう。さあ、始めようか。行くぞ。覚悟はいいか。覚悟はいいか。行くぞ。覚悟はいい。また一つ強くなれた。感謝する。そうだな。あ、はい。はい。ええ。ん？いや。ありがとうございます。ああ。バーグさん。いや。もちろんだ。俺は いや。さて、おい、おうよ。いいか。あ、くしょ。おう、よくやった。
そうだな。覚悟しろ。こら！貴様！この戦い、負けられぬ。さて。横一番ちぎり！覚悟はいいか。ここからが本番だ。これで終わりか。そうか。やめて！うなんだと。すまない。待て。バーグさん。いや。はい。うん。え？頼んだぞ。すまない。もちろんだ。ああ、なんだと。